こんにちは、動画編集者の森つくです。一本前の動画に引き続き、今日は自動化エッセンシャルグラフィックスバージョンをご説明したいと思います。大まかな説明はですね、結構割愛してますので、一つ前の動画をご覧いただければと思います。その後にですね、こちら見ていただいて、アレンジしていただければと思います。それではどうぞ。ではエッセンシャルグラフィックスに UWSC を使って、一つずつ自動で入れていく方法を解説します。まず V1 のところにはもう編集済みのデータがあると仮定してください。で、V2 のところにエッセンシャルグラフィックスを一回挿入して、こんな感じで、テンプレみたいなものを作ります。で、その後にもうテロップ挿入位置に合わせてカットしていきます。こんな感じでカットの切れ目を入れるだけで OK です。で、カットして、で、一番最初に持ってきます。はい。で、ここから録画します。録画してもらって、まず A1 をコピーします。で、また一つ下げて、で、画面を直接、クリックして、コントロール A で全選択、コントロール V で貼り付けをします。で、その後なんですけども、ここのシーケンスをクリックして、矢印キーボードの下を押します。そうすると、次のエッセンシャルグラフィックスに移動します。で、ここで録画を停止します。こうすることによって、次は A2 のテキストをコピーして、ここの次のエッセンシャルグラフィックスのところに挿入して、で、また、はい、次のエッセンシャルグラフィックスに移動するという感じになります。で、注意してほしいのが、ここの V1 と V2 のここ、ターゲット切り替えにちゃんとチェックが入っているかですね。あと、ここの V1、V2 にも一応チェック入れておきましょう。以上です。いかがだったでしょうか。これを使えばレガシータイトル、エッセンシャルグラフィックス両方を自動で起こせることができます。ブリューを使った方がいいっていう方もいると思うんで、それぞれ使いやすいものを使えばいいかなって思います。何かわからないことがありましたら、コメント欄からお願いいたします。チャンネル登録と評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。